あの人物なら編入可能？飛信隊加入が見込める歓喜軍幹部を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は歓喜軍幹部の飛信隊への編入について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタ、史実ネタを含むため、気になる方はご注意くださいね。史実上、義安戦で歓喜軍が消滅することは確定しているわけですが、彼らの中で戦後に飛信隊に編入し、李信の新たな仲間になる者はいるのでしょうか？今回は現状を踏まえて、歓喜軍から飛信隊への編入候補者と、その可能性を考察していきます。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、飛信隊との相性。ではまず、そもそもの話、歓喜軍が消滅した後、元歓喜兵が飛信隊に編入することは可能なのか、という点から考えていきましょう。結論からお伝えすると、飛信隊であれば、歓喜兵の編入は十分可能だと言えます。野党という出自を持つ歓喜兵は、これまで、友軍からも蔑まれる描写が散見されましたが、飛信隊であれば、所属する兵の大半が農民出身者なので、さほど身分の垣根がなく、何よりも、隊長の李信が最下層から這い上がってきた人物なので、元野党という肩書きは、飛信隊にとって、さほど問題にならないと考えられます。飛信隊は隊長の性格を反映してか、そや、もとい、荒っぽい将兵が多いので、兵の気質だけ見れば、飛信隊の隊員と歓喜兵の相性は、かなり良さそうですよね。過去には李信が、歓喜軍の一員だった牧雄、一家の兵ごと受け入れていることからも、彼らが李信の嫌う牢敵さえ働かなければ、飛信隊への編入は十分に可能でしょう。2、除外すべき候補者。それでは次に、744話時点でまだ生きている、歓喜軍の将校を整理しておきましょう。現在、存命の主だった将校は、こちらの7名となっています。まず、現状をもとに考えると、国王、林玉、ゼノアの飛信隊加入は、残念ながら、ほぼありえないと思われます。この3将には、現在、李牧付近の長軍から標的認定をされている、という共通点があり、林玉と国王は不定とその部下に、そしてゼノウは、馬風寺と岩論軍に狙われていますよね。もともと歓喜軍は全滅しかけているのに、その上、指名で敵に狙われたとなると、飛信隊編入どころか、義安戦を生き延びられるのかも怪しいです。また、仮に彼らが敗北する際に命を落とさずに済んだとしても、国王は、ライドの仇討ちをめぐる流布の一件で、李信に怒りを覚えていたことから、生き延びた彼女が、わざわざ李信の軍門に下るとは思えません。林玉にしても、奇襲開始前に彼が吐露した心境を踏まえると、彼が戦う理由は、歓喜の下で戦うのが面白い、というものでしたから、他軍に移籍してまで正規軍に居続ける展開は、正直考えにくいですよね。最後にゼノウですが、国王戦における、範囲の説明によると、彼は気に食わない相手は、味方であろうと容赦なく血祭りにあげる性格だそうですので、李信がそんな人物を、既存の仲間を危険にさらしてまで迎え入れるとは思えません。ということで、ここからは、今挙げた3名を除いた歓喜軍の将校が飛信隊に編入する可能性を、一人ずつ考察していきます。3、可能性1、伊予。まず、デニューラを治療したことから衛生兵としての加入が期待される、伊予と先一家ですが、残念ながら、歓喜との関係性の深さから、彼女たちの飛信隊への加入は、ほぼないと考えていいでしょう。以前私は、歓喜が先一家の命を最優先で考え、彼女たちを守ろうとしている、と考察しましたが、仲間意識の強さで言えば、正式な部下でもないのに、昔馴染みというだけで歓喜につき、危険な戦場に身を置き続ける先一家も、相当なものですよね。現に、最初に李信らと遭遇した時、彼女たちは、歓喜と合流するために、豪傑として知られる李信と衝突してでも、義安城へ向かうと主張し、譲りませんでした。そんな彼女たちが、いくら歓喜の望みでも、彼を残して飛信隊と共に真へ逃げ帰るか、と言われると、非常に疑問ですので、彼女たちは、非可近郊での戦いの終盤、新本国への生還を目指す飛信隊と別れて、歓喜の後を追おうとするのではないでしょうか。歓喜が李牧に敗れた後、姿をくらますにせよ、落命するにせよ、
本当に心を許せる仲間と別れたままというのは少々かわいそうな気がしますし、せめて先一家には最後まで歓喜のそばにいてあげてほしいなという個人的な願望もあります。4. 可能性にマロン。次にマロンが編入する可能性ですが、残念ながらこちらは飛信隊の組織的な理由から難しいと考えています。歓喜軍は他の正規軍とは異なり、野党時代の一課ごとにまとまるという特殊な組織体系をしているため忘れがちですが、マロンは黒曜戦の時点で正規軍における5000人称の位を手にしており、歓喜が6将に就任して以降は大将軍直属の最高幹部という立場を得ています。これは王戦軍で例えると伝意味に近い立ち位置であり、職責の大きさを鑑みても今のマロンの階級は将軍相当であると考えられますよね。となると彼が飛信隊に加入した場合、彼の権限は3名の副長を上回るものになるため、隊の指揮系統がおかしくなってしまいます。そんなわけでマロンの飛信隊編入は実現が難しそうに思えますが、個人的には彼が一兵卒の料理番として火燎亭や龍遊と料理の腕を競う展開を密かに期待しています。5. 可能性3、荻子。先ほど階級上の理由からマロンの飛信隊編入は難しいだろうとお話ししましたが、同様の視点から考えれば荻子の編入は十分にありえそうですね。なぜなら彼は歓喜のおふざけが原因とはいえ、曲がりなりにも正規軍における千人称の位を持っているからです。先の聖火軍との戦いで飛信隊が学来を失ったことはまだ記憶に新しいですが、彼の階級は荻子と同じく千人称でした。つまり今の飛信隊には千人称の枠が一つ空いていることになりますので、荻子が飛信隊に加わってくれればちょうど学来の席を埋められるのですよね。維新に好意的で人懐っこい彼なら飛信隊の中でもうまくやっていけるでしょうし、まずは彼が義安戦から無事に生還できることを祈りましょう。6. 可能性4、ハンセン。最後に歓喜軍が誇る天才発明家ハンセンが飛信隊に加わる可能性ですが、こちらも荻子と並んで非常に高いと考えています。なぜならハンセンは歓喜とのつながり以上に彼の愛する作品甲春を活躍させることを何よりも求めていますので、彼女を使ってくれる軍であれば所属先をやり好みしないと考えられるからです。飛信隊には今まで工場兵器を操る部隊が存在していませんでしたから、ハーゼンが加われば飛信隊の戦術の幅が一気に広がりそうですね。彼が編入する場合、開発担当という立場上火燎亭の下に配属されるでしょうから、トンチンカンな言動が多い彼と火燎亭のやり取りが繰り広げられることを期待したいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。